ます。 SYFM のキュースケとシャーガンさん、こちらも、皆さん最近食生活どうですか？この YouTuber になりまして、東京来まして、ブクブクと成長しました。しましたよ、はい、いいもん食べれるよ。 あれ、ヤマトに言われてたで、ハン君っておっさん顔すぎませんって言われてたで。俺、ドロガンで生きてきた人間俺思ってて、なんであんなおっさんの顔なんですかみたいな感じで言われてたで。俺っておっさん顔よくも今までジジイだのジジイだのやばいやばいやばい。コムドットの裏でハン君なんかチビジジイって言われてるらしい。それ裏じゃねえじゃん、もう思ってそうだったら全然思ってん。最近ね、僕あの義士とよく遊ぶことがありまして、はい、俺らって変わってしまったことあるんかなみたいな。でも唯一変わったことといえば何って話になって、コンビニで値段見ずに物を買うようになりましたね。アルバイトとか学生時代さ、いかに300円以内でいかにお腹いっぱいにできるかをさ、そうそうそうやってたよ。ワンコインでとか。今どうですか？全員なんかレジで2500円とか言ってません？一品じゃ止まらない。そう、もう自分の好きなもの全部カゴに入れてるでしょとか、コンビニだけじゃなくて、例えばサイズリア行きました、自分の好きなもの頼んでるでしょ。いや、ミラノフードリアとマヨコンピザで700円ぐらい。ない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 。それをクーポン使ってます？ない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 。今回皆さんも気になってるんではないでしょうか、 YouTuber の食品1週間調査してみたー。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。誰が一番食品にお金を使ってるんだという企画でございます。すごい。どうでした？たまたま、たまたまこうなったっていう結果かな。あ、まあまあまあ、俺もそんな感じはするけど、だいたい1週間でこんぐらい使ってんだっていうのを初めて知ったね。そうだね、うん、はい、ということでまずは皆さんに、あの、僕たちの1週間の食品の VTR を見てもらおうと思います。はい、ということで1週間の YouTuber の食品調査 VTR どうぞどうぞ。はい、というわけで、私たち編集組は一緒の価格でお送りいたします。今日は企画でお寿司を食べまして、だいぶ夜も更けまして、やっとね、お腹空いてきたんで、僕とヒロとはコンビニに行ってお弁当を買ってきました。セブンの焼きうどんのみです。僕は豚しゃぶのごまだれパスタサラダなので、僕は、本日食費にかかった金額は、僕はですね、いただきます。でさ、大食いとかやるとさ、そういう日はね、意外と食費は抑えられるんですよ。金額で差がつくとしたら、ウーバー何回するかな気がする。俺はね、ケイスケが一番だと見込んでる。ウーバー率2億%ですから。はい、というわけで僕たちの一日の食費はこんな感じでした。おやすみなさい。おやすみなさい。はい、ということで1日目でございます。1日目の夜は、ホットモットの特のりたる弁当ですね。こちらの特のりたる弁当が安い。1日目はこの特のりたる弁当を食べていきたいと思います。これね、登山の企画でハン君が頼んできてて、このだし醤油ののり弁がマジで美味しい。では、いただきます。あ、うまっ。のり弁って若い頃は好きじゃないね。20超えてからがうまさがわかる。こうやっぱアジフライとかって大人になってから美味しさがわかる気がする。てな感じで食べていきたいと思います。はい、ということで、1日目の夕食、コウのターンでございます。今日はね、編集で泊まるので、島袋の家で撮っております。まず、こちら、おむすび&おかずセット、ベリジェケツナマヨネーズです。海苔のお味噌汁、まあお水ね。編集があるということで、いつもの僕の相棒のレッドブルです。ということで、合計金額がですね、でございます。いただきます。あっつ、うん、コンビニ飯はやっぱ安定で美味しいわ。味噌汁がバカうまい。ってな感じで、僕の1日目の夕食食べ進めていきたいと思います。続いて私、島袋のターンです。今日の晩御飯はこちら、マクドナーズ、グリルチキンバーガーレモン&ソルト。これね、マジで美味しいっすよ。で、あとはサイドメニュー、ポテト、ファンタグレープ、以上のセットでございます。こちら合計でございます。ありがとうございます。じゃあ今日の晩御飯いただきます。このね、レモンと塩、マジでうまい、このマッチング。うん、まず小学校の時に食べたマックポーク並みに衝撃を受けたバーガーの一つですね。はい、ということで初日でございます。ちょっと動画撮るの、
はい、ということで、二日目の夜です。僕の夜ご飯は今回こちら。ジャージー牛乳プリン。もう皆さんは見てるかと思いますが、遊びかぶったら遊び代おごりみたいな企画がありまして、結構まだお腹に残ってて、全然お腹空いてないっていうことで、ジャージー牛乳プリンももともと買って家にあったやつなんですけど、これを食べていきたいと思います。なんで、まあ、このプリンも値段はかかってないです。いただきます。今日の食費はウーバー代のみで4380円になります。使いすぎやろお前って思うかもしれませんがね。でねー、牛角です。焼肉ハッピー。はい、ということで皆さんこんばんにちは、おはこんばんにちは、おはこんばんにちは。今日は見ての通り実践したいと思います。まずは目の前の長ネギですね。これ家にあったやつ。続いて卵、続いて油揚げです。この3点でまずは味噌汁を作ります。ってことは和食だよね。ソースカツ丼も食べていきたいと思います。ハン君今日夜何食べてんだろうって思った時はパテモスト協会さんの方ご覧ください。その人が食ってるものを大体8割方僕真似して食べてます。はい、ということでできました。うまそうじゃない、めちゃめちゃ。ということでいただきます。とんかつ、からしをね、ちょ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 。お昼ご飯、僕は基本的に朝食べない人なんですよ。あんまりベーコンレタスバーガーで飲み物だけ L なんで、でこれが家にあったものもあるんだけど、買ってきたものと結構大半なんで、それがちょうどそうだ、今日ね、撮影部出るときに俺自炊しようって話をしたら、コウも自炊してるって言ってたんですよ。ということは、コウは今何してんのかな。コウくん、ババン、もう一般的な緑の種とおにぎりが1個、水です。こちらのお値段がですね、早速、いただきます。というわけで2日目でございます。今日は奥さんが作ってくれた料理を食べます。夜ご飯ねやだ、調子つと違う、今日も俺がね言ってなかったんだよね、ご飯作ってって言うの忘れてて急遽作ってもらったんです。なんと僕今日の食費かかんないです。ダイエット中みたいな。いただきます。鮭がうめえ、大根ツナ一緒に頬張っていく。はい、ということで私島袋の本日の1日の食費を晩ご飯食べながら紹介していきたいと思います。今回頼んだ晩ご飯はこちら、ドン、餃子の王将。やっぱ王将が一番最強だよ。本日のラインナップ紹介したいと思います。春巻き、ニンニク激増し餃子、エビチリ、豚キムチ、ムーシーロー、麻婆豆腐、豚骨醤油ラーメン、こちらの7点いただきたいと思います。今日ねマジで1日ねご飯食べてないんですよ。まあ痩せないためにも今後太っていくために、まあこの夜にドカーンと一発でかいのを蓄えだろうと思いまして、今回こうあえてこの量にしました。こちらの計7点の合計なんですけどです。ありがとうございます。いただきマックス。明日口くせえって言われるやつだこれ。これはい、ということで、本日も食費かかった費用を計算しました。今日もですねご飯系の企画カロリーバトルをやりまして、まあそこではお金を一切使っておりません、経費になりまして、夜ご飯を作ったんですけれども、すべて家に材料があったので夜ご飯は0円でシチューを作りました。はい、こんな感じです。もともとあった食材があったんでね、ラッキーっていう感じで、明日もまた節約していきたいと思います。はい、ということで3日目でございます。本日のご飯が、お昼ご飯がマクドナルド、夜が今回こちらポムの木のオムライスでですね。はい、久々にオムライス食べたの。やっぱ YouTuber って企画が食べる企画とかが多いから、昼ご飯のお金が浮くことが多いな。はい、ということで本日3日目の晩ご飯です。ちなみに島袋さん、今日のお昼ご飯何食べましたか。カロリー摂取バトルでやりました。はい、ということは今回のご飯は晩飯のみ。はい、いつも通りです。ありがとうございます。
僕はホットモットでチキンカツ&豚生姜焼きセットです。続いて私タピオカ2つ、ここはミルクティー、うん、抹茶ミルクティー。続いて銀の皿でお注文させていただきました。まずこちら茶碗蒸しです。うわいいね茶碗蒸しで、デザートの、クリュームブリュレ、ウニ2貫、イクラ2貫、お刺身でございます。さでこちらお寿司のお値段が高っ。でタピオカとお寿司合わせて円です。まあ、焼肉いけるからねそれ。はい、ということで3日目なんですが、実はもう腹いっぱいで昼間に企画でバカ食いしちゃうの。今日はね、夜飯なしでいいかなと思ってて。ということで、3日目使った金額0円です。結局ね、爆食いとかだと本当にお金かかんないというか。ということで、僕3日目0円でございます。僕の本日の夜ご飯はこちらです。ババーン、厚切り牛タンのビビンバ丼。昨日ねカロリーバトルっていう企画を撮ってまして、食べきれなかったお弁当を今日持って帰ってきました。はい、いただきまーす。はい、ということで4日目ですね。大盛りトマトガーリックパスタと焼きサバのご飯とリンゴジュースですね。はい、本日の晩ご飯またもや島袋&コーチームでございます。はい、牛丼です。ピースキーが食べてない牛丼だそうです。お味噌汁ドミノピザさんです。ハーフ&ハーフ、ガーリックなんとかと、なんとかなんとかでした。はい、いただきます。はい、ということで4日目でございます。今日はねコンビニのご飯でございます。今日コンビニで買ってきたのがこちらのラーメン、豚混ぜそばと半熟卵のおにぎりでございます。はい、ということでヒロトが風呂入った瞬間にピザが届いてしまいました。はい、ということで先にご飯でございます。はい、いただきます。さあ、ということでルームサービス到着いたしました。いや、いただきます。はい、ということで6日目でございますね。おはようございます。ということで6日目なんですけれども、もう寝ます。企画で食べたので、あとはもう寝るだけでございます。今日ほんと0円だね。ほんとに0円ですね。ということで、まあ7日目はちょっと贅沢しようかななんていうのも考えてますので、皆さんお楽しみに。ということで、おやすみなし。スイ。こちら、ローストビーフ丼でございます。いただきます。あ、ほんと。はい、ということで、6日目でございます。ただいまの時刻が2時52分になってましてですね、もうあまりにも眠いということで、本日は、もう夜飯は食べないという形になりました。本日も食費は0円となります。はい、というわけで6日目でございます。今日は奥さんの料理を食べます。今からでは、いただきます。うまそう。やば、今日はね、ちょっと企画で大食いをしまして、ぶっちゃけ腹が減ってないとそんなに。で、かつ、今日、編集があるんすよ。編集の日僕あんまりご飯食べないようにしてるんすよ。お腹いっぱいになっちゃったら、眠くなるんすよ。どうしてもちょっと。なんで、こんな感じに少なくしたり、おにぎり1個だけ、はたまた食べないっていう、極端なんですけど。まずはスープの方から、ごくごく、はい、ということで、6日目を飛ばして7日目最終日でございます。6日目なんで飛ばしたかと言いますと、多分もう動画上がってると思うんですけど、ラーメン自販機の動画あったじゃないですか。あのラーメンを食べたんでね、ちょっとお腹いっぱいすぎて昨日はラーメンしか食べてないので、6日目は食費はかかっておりません。今日エスポではちょっとねオフだったんですけど、休日です。8時半ぐらいにね、ちょっととある YouTuber の方から電話が来まして、まあ、それがねスカイピースのテオくんなんですけど、お仕事のお依頼が来まして、そちらの仕事に行ってまして、朝ごはんは食べずにねそっちの仕事をちょっとやらさせてもらって、で昼に家帰ってきて爆睡してたら夕方になってたというわけで、本日1食目でございます。とんかつ弁当とネギマ10本。とんかつ弁当が最終日は、今日はちょっと焼き鳥買ったんでお酒も飲もうかなって、これは冷蔵庫にあったんで0円です。乾杯。うん、うまっ。
編集したやつもうまそうに見れねえのな。てな感じで最終日でございました。ということでこのまま食べていきたいと思います。はい、ということで最終日でございます。お風呂上がりでございます。今日食べたものがで、ガストでオムライスとサラダうどんみたいなのを頼みまして、そちらがで、今夜がですね、またこれもウーバーイーツでハンバーグ弁当ということで、早速最終日食べていきたいと思います。いただきます。はい、ということで、食費調査最終日7日目でございます。これからですね、編集が1本ありまして、あんま多く食べちゃうとね眠くなっちゃうんで、軽くちょこちょこおつまめるようにします。で、買ってきたのがこれですね、リッチブレッドプレーンってやつ。なんかただの食パンっぽいんだけど、なんかリンゴが入ってるみたいな感じで。で、もう1個がもち麦のサラダチキンカレーパン2個です。合計金額がですね、ということで、じゃあちょっと食べていきましょう。俺これ気になるのよ、これ。いただきます。ちょっとうかうかしてると編集遅れちゃうんで、編集入ります。では発表へどうぞ。はい、最終日でございます。夜ね、奥さんがちょっと用事があるということで、昨日の晩に奥さんが作ってくれた料理の残り物を食べます。で、お昼もパスタを作ってもらったんで、まあちょっと自炊なんで、ちょっと薬でしかないんですけど、ではいただきたいと思います。ラスト、煮物がうめえ。全然庶民的な暮らしじゃないですかね。はい、ということで最終日でございます。最終日の夜ですね。慣れたもんだね、この撮影も。ということで食べていきたいと思います。あ、箸折れた。うん。はい、ということでね、まあ、一口食べて、まあ、一安心ということで、今日昼間出かけまして、ハヤシライスかな、オムライスかなみたいなの食べたんですよ。それが確かねだったかな。最終日になんとちょっとお金を使っちゃうという。意外とでも今週は企画とかが相まって抑えられた方じゃないかなとは思うけどね、まあ、3位ぐらいにはなりたいかな、庶民派だねぐらいのランキングに入りたいと思います。ということで、アデュー。さあ、ということでね、本日の最終日なんですけど、時間に余裕ができたんでお昼ご飯食べました。ハンバーグ、ステーキ、サラダ、そして今日の晩ご飯はセブンイレブンまでレッツラゴー行ってきました。それがこちら、うまからキムチチゲうどん。納豆を作った人間は天才だ。その食のありがたみに俺は感謝しながら一口頬張る。ということで、本日7日目最終日、ご登壇でした。これからね、またみんなと集合して、みんながどれだけ使ったのか、そして僕がどれだけ使ったのかってのを発表していきたいと思います。万事。はい、ということでこんな感じでございました。ただいま金額が多分伏せられてます。1位は一番調子に乗ってるやつとなります。そうだ、そうなるんだ。お金持ちすぎて何でも頼める天狗です。逆に言えば最下位は、うわ、この人まだこんなに庶民的なんだ。そうだよねってなるから。好感度はね、高いな。この持ってき方嫌やな。怖いよマジで。でもそれに調整したわけじゃないからね。まあね、もちろん本当にしてません。後取りだし、オープニング。では誰から発表しましょう。じゃあ珍しく俺から行こうか。あ、じゃあガチヤマから行きます。ガチヤマの1週間の食費発表してもらおうと思います。はい、1日目焼きうどん499円、2日目 ロイヤルホストウーバーイーツで4380円、3日目0円です。4日目0円です。5日目企画でオムハヤシ840円、ドミノピザで2300円、6日目0円です。で、最終日7日目がウーバーで2158円がお昼代で、夜が1910円、合わせまして1週間の食費合計が12087円です。ガチ？やばいやろ。結構いってるね。お、ほんとに最近食えないよ。え、結構いってる？いや、まあわかんないよね、まだそれは。そんないった？そう、俺もそっち側。ガーリー！ガーリー！マジか！まあ、0円が多かったね。
まあ、この企画をやって思ったのが、俺まず3食絶対に食ってないって。そう、2食か1食だったっていうのが、まずこの値段のあれかな。あー、そう。暫定天狗はガチヤマです。はい、暫定天狗、ニャンツ。じゃあ次、はい、あーか、そっち行くか。じゃあ行きましょうか。はい、それでは行きます。はい、1日目夜マック680円、2日目マック680円、自炊810円、3日目企画のみ0円、4日目セブンイレブンのビビンバ490円、5日目企画で840円、夜ホテルのピザで2300円、6日目企画だけで0円、7日目昼間オムライス1100円と夜のすき家1090円でございます。合計金額は、合計金額7990円。たまたまマックが多かったっていう。セットで600円とか700円ですね、なんか。で、あと3日目、6日目が企画で0円。一番高かったのが多分5日目のホテルとかピザとかが一番高かった。一番庶民でございます。おぉ、そういうことね。天狗回避です。天狗回避。いいね。ドンと。ヒゲヅラ天狗です。まあこれはなかなか節約できたんじゃないですか。はい、はい、ということで続いては、俺もそろそろ言っといた方がいい気がするな。まあいいよ。え、俺からでいい。はい、ドルガバの指輪つけてますからね。変わっちゃいました。フェンディチェロはいいけど、一番ハイブランドつけてんじゃん。そうだよ。じゃあ1日目、はい、夜のみでマック738円、はい、2日目コンビニで448円、3日目スキアで1185円、4日目お昼ご飯から入りました、マック720円、はい、で夜ご飯が、ホットモットで1851円、で5日目企画でドライブで行った時に食べたご飯800円と、ホテルで6000円、で6日目コンビニでおにぎり110円と夜ご飯で2470円のローストビーフで、7日目が、コンビニで463円でございます。合計金額は、合計金額が、はい、14,785円。伸びた、最後伸びてますねー。グイグイ来てます。やばいよ、もう腕ぐらいまで伸びてるよ。今の感じ聞いてて、俺やってんなと思って。間の高級ホテルとかがあったから、うん、しょうがない部分もあるにしても、なんかやばい、ローストビーフ丼聞こえてきたけど。なあ、そう、それがみんながラーメンのオーケストの時あったじゃん。あの時俺参加してなかったじゃん。あの時飯食ってなくて腹減ってたのよ。やったれと思って。そのさ、ちょっと喋りながらさ、こうやってやるのやめて。いや、もうアナウンス、俺の嫌いなアナウンス。いや、全然そんな。1位が、コーに入れ替わりましたね。はい。はい。マジやばい。じゃあ、続いて、はい。俺かヒロトがいい気がするけど。俺行こうか？いや、ケースにしよう。あ、俺で行く。ちょっと待ってな。もう皆さん、気になりますか、僕の食費は。いや、全員自分だけ、俺すごいでしょみたいな。いや、なんでやったのか分からない。結構面白みたいな。では行きます。1日目、のり弁670円、2日目焼肉1万円ですが、ガチヤマとハン君におごってもらったので0円です。で、3日目マクド1135円、オムライス936円、4日目昼がコンビニ400円、夜もコンビニ850円、5日目ハンバーグ定食2000円、ナポリタン920円、夜がリッツカールトンで22200円。2万。6日目が0で、7日目が夜が、とんかつ弁当1200円と焼き鳥のネギマ10本1100円で、合計が31,411円でーす。多分間違えてパーカー代入っちゃってるもんね。ああ、多分そうやな。多分そうやと思う。そうだね。リッツカールトン出ません。いや、でもリッツカールトンだよね。え、でもリッツカールトンなかったらやばかったで。22,000マイナス9,411円。まあ、それでも俺ら高いけどね。ほんまはこれぐらいよっていう。ちょっと下げとる。だってもう動画で言ってたからね。これじゃ俺ら止まらねえみたいな。3,400円。じゃあ、始まった。ありがとう。はい、ということで、暫定1位は僕でした。はい。よしよし。じゃあ、続いて、これは、ヒロトでしょ。ヒロトだね。ほんと一番正面で気するヒロトが。ということで、ヒロトの食費発表、お願いします。まず、1日目、コンビニ452円。2日目、自炊570円。3日目、コンビニの混ぜそば661円。で、4日目、コンビニのラーメン739円。で、5日目が、サービスエリアで食べたオムライス1300円、ナポリタン920円。で、夜ホテルでピザを頼んだので2300円。で、6日目が自炊で400円。で、7日目が自炊で500円。合計金額は？合計金額が7,842円でーす。ということは、ハンくん崖から崩れました。はい、本当のショックでしたー。何円差？100円ぐらい。うわーうわー、近っ。はい、ということでヒロトが一番庶民的になっております。はい、まあ、でもなんか貯金できない感じの買い方してるなって思ったんだけど、そうなってくると やめてもより高いねんから。
てもいいわけだからさ。はい、ということでラスト島袋の食費調査の発表お願いします。まず1日目、晩ご飯マクドナルドのセットで760円、2日目、餃子の王将でエビチリ950円、肉と卵の煮付け800円、麻婆豆腐770円、餃子1人前420円、春巻き1人前470円、王将ラーメン740円、豚キムチ770円、合計5230円。やばいやばい。3日目、タピオカ2つ1660円、銀の皿で刺身買いました5258円、合計金額6918円。次4日目、ドミノピザ総研ピザ2本、骨付きチキン合計3479円。5日目、海ホタルで、ステーキ2600円、ボロネーゼ980円、お昼に頼みました、はい、合計3580円、はい、で夜リッツカールトンで、ハンバーガー4700円、炭酸水1300円、合計9580円。で6日目ワンタンスープのみ321円。おー、練習があったんで。次7日目、人気のお肉コンビハンバーグ&ステーキトッピングサラダ、3670円。そして夜にキムチチゲ鍋うどん納豆巻き、この日の1日の合計4442円。やばい。ドドドドドン。総合計は、総合計は3万、730円。ってことは、ってことは誰が天狗なのかな。今の聞いて、もちゃん、リッツカールトンの日何食ったかもう一回言って。リッツカールトン、ハンバーガーと何？ハンバーガーと炭酸水。お前うどん食ってたよな。3200円のうどんを今動画調べたら。じゃあうどんいただきます。はい。庶民的という称号がもらえます。はい、7842円。ベコヒロト。おい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 、ベコって何や。はい、ヒロト7842円です。はい、なんかあれだよね、一番食に興味ないやつがビリになるから。確かに。はい、ということでおめでとうございます。ありがとうございます。好感度高くなりますこれ。はい、そして第5位、7990円、ハンク。はいはい。これちょっと意外だったんじゃない？意外だ。飯比較が多かったから、お腹いっぱいまで食ってるから夜食わなくていいや的な感じで、まあ今シーズン第5位で迎えられました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。チビオエでございました。チビジジイな。はい、ということで続いて、はい、第4位、12087円。ガチヤバー。俺か。いや、俺も言うたらロイヤルホスト、あの企画でハン君と遊びかぶってなければやっぱなかったわけだから、俺も1万円台切ってたっていう。言うたら庶民的なヒゲゴリラみたいな。まあ言い訳ですけど。誰誰誰チビ。で続いて第3位、14785円。こうえ、そうなんだよ。でも何も面白くない1なのよ毎回。そう、俺一番庶民だと思ってたよ。だからお前が一番天狗やね今んとこ。知らぬ間に鼻が伸びてるパターン。そうそうだ、そうだ、気づかないうち伸びてんのよ多分。俺の場合自覚あるもん。ハハ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 ハ、やめるわ。すがすがしくいこう。うん、リッツカールトンでした。そして栄える第1位は33620円、シナルクロー。はい、おめでとうさ。堂々でしたね。リッツカールトンがなくてもすごかったね。2日目のなんか王将すごかったね。全て頼むもの全部多かったよ。パピオカ2個って何なの。だから食事用に1個、飲酒のお供1個みたいな。いやだからそれすごいよね。はい、ということで今回は全員の食費調査してみました。はい、ぜひコメント欄で皆さんの食費なんか教えてください。1日あたりのね。はい、ということで明日の動画でまたお会いしましょう。 See you next time! バイバーイ。
心くすぐり感は続いたぞ。ランナー大阪埼玉石川レペゼンの YouTuber ヤバすぎて食らうからチャンネル登録する。エスポワールドライブ時代を変えるために今アクションやがよ。12345動画再生数急上昇。難問ばかりのダンジョンみたいな関門抜ければ感動。折れない心を持つのがマスト。エスポワールのインパクト。